ていく。よし、あのスタッフさんのご好意をゲットできるか。あ、これ来た、これ来た、この角度来た、これは来た。刺され、もうここしかないんですよ、ここ。これがオッケー、刺さった。次はちょっと広がってきてアームいったよ。さて、ここからグイッと。というわけで、お疲れ様です。クレチョチャンネルです。本日もね、またね、ぬいぐるみ狙っていこうかと思います。ちょっとね、今回ね、新作ぬいぐるみたくさんあるんでね、ちょっとテンション上がっております。そしてね、なかなか今回ね、皆さんにお届けできている動画ね、いい感じだと思いますんでね、過去動画もね、もしよかったらご視聴お願いします。そしてね、もし気づいてきたらチャンネル登録、いいね、お待ちしております。というわけで、続いてはね、こちら狙っていこうかと思います。こちらブルーロックですね。ブルーロックの寝そべりです。狙ってます。はい、というわけでね、まあ一応ね、3000円ぐらいをね、3000円ね、動画していこうかと思います。はい、というわけで、危険ですね。1万円を凌駕しちゃうとね、一瞬のお金なくなっちゃうんでね、そういう感じで、ちょっととりあえず3000円でね、なんか3000円でまあこういい感じのサクッて終わればね、それで終わると思います。とりあえずあんまりね、凌駕行くのがめんどくさいんで、まとめていこうかと思います。というわけで、3000円。はい、あのブルーロックね、まあまあ、止まらないです。はい、というわけで、ね、3000いきます。はい。というわけでね、行きましょうか。はい。今日もね、いろいろたくさんまだまだあるんでね。というわけで、このまずブルーロック狙っていきます。で、このブルーロック狙う理由はね、いいですね。この裏側行ってますよね。これが初期位置なのかな。はい。これ見てください。手ね。で、これ間違いなく乗せてますよ。はい。というわけでね、この、ぶっ刺しを狙っていこうかと思います。で、しかもね、これね、初期位置かな。狙えそうなんでね、行きます。で、爪の角度もいいです。で、可動域もね、しっかりあるんでね、はい、もう裏返しだったら勝ちかなっていう気する、ね、感じがします。あとはただこのちょっと刺すラインの角度があるんで、そこにうまいこと刺さるかなって感じですか。ちょっと丸すぎて刺さなかったな。これどうなんだ、これもう一回行きましょうか。ちょっと丸すぎて刺さらんパターンか。これも多分ね、弾かれちゃいますよね。あー、そういうことか。はあ、はあはあ、どうしてもこれもね、弾かれちゃいますね、こんだけ丸いんでね。まああとはフィールド際のタッグ掛けっていうところなんですが、あった。これね、あとはね、向きによったらね、もしかしたらね、よし。というわけで、一旦ね、ちょっとタグ出しみたいなことしてみましょうか。とりあえずね、右アームでね、景品滑らせながら、持っちゃおうかな。顔を滑らせながら、OK、タグをこの右アームで弾いて、そのまま出してくれるかな。違った。あ、でも出てきた。いいですね。あ、ただこれね、どうしよう。まあ、もちろんタグも狙うんですけど、この手前の手もね、右アームでぶっ刺し寄せがいけそうなんですが、まずはタグ狙います。タグはね、これ、仮に失敗してもね、別に影響ないんでね。いきます。さて、あ、体が丸すぎて体に当たっちゃったな。しっかりね、タグはね、こっち側に、ね、ピンって張ってたらいいんですけどね、今ピンって張ってないんでね、どうしよっかな、ぶっ刺そうかな。ただちょっとね、ここね、この角度ね、気になるんでね、一旦タグ出ししてみようかな。ただね、余計なことになって、この手のぶっ刺しポイントがね、ずれちゃうと嫌なんでね、まあいっか、とりあえずぶっ刺してみましょう。というわけでいきます。右アームでぶっ刺し、さていけるのか。滑って刺され、刺さっ、うわ、奥アームがシールドに刺さっている。あ悔しいな。というわけで、ちょっとタグの位置が動いたんでね、もう一回タグ狙います。ただ体に当たるとアームの位置がずれちゃうんでね、そこら辺が難しいですよね。どうしてもこれちょっと当たりそうやな。まあ行きましょう。さて、どうだ、入った、来た来た来た。さて、ここから吸って見上げてきて、パワーがあるかな、来い、 OK。 ということでね、完全にできれい、最高、いけそうですね。はい、ブロックゲット。あ、すいません、紫の子を補充お願いできますか。あー、紫の子という感じで、この子ね、これ凪やったかな、どっちか忘れたな、多分ナギっていう子ですね。教えていただいたんで、ね、めっちゃムチムチやな、こいつ。ありがとうございます。
感じでね、攻略法分かっちゃいましたね、はい、シールド際でタグ上げしょうもない攻略法やなしょうもない攻略法ですねこれね。 というわけでね、とりあえず真ん中持っていきましょう。先ほどね、初期位置が、ま、あの裏返ってたんでね、なかなか美味しい状態だったんでね、まあ、とりあえず裏返していう感じですよ。まあ、ただね、これ裏返すにもね、形が丸いんでね、お、見えないな。これちょっと平行移動してもらいますか。ちょっと手前にあるね。さっきのたくさん、あ、奥にお願いしますという感じで、一旦ちょっと平行移動してもらいます。ただね、マジカルとかね、ちょっと再販の、まあこのクッションですね。ありがとうございます。というわけでいきましょうか。ちょっとね、これね、タグの位置がね、ちょっとわからないですよね。多分ね、景品の下にいてるんで、まあこれはもうタグだけ、タグ出しです。もう裏返ってるとね、ぶっ刺しも使えるんですが、でまずはどこにタグがあるか見えてないんですよね。あ、いけるな、タグかけ、これいけるぞ。わかります？あと18秒、あこあこ、うん、うん、ストップですね。うん、ストップでいます。うんですよ、うん。さすがに入ってないか、入ってないな、あー入ってない。でも見えた見えた見えた、今めっちゃ上からね、この角度、もう角度からするとね、微妙に見えるんでね、そこの角度からね狙っていきます。ガラスにおでこ当たってしまう。あ、そうね、はい。というわけでこれね、いけんじゃないかな。さて、ここからお尻を滑らせて、ん、どうやろう、わからん、見えてない、全く見えてないけど入ってない気がする。あー入ってなかったか。あーでもね、今この状態ね、見えないんですけどね、ストップボタンではね、かけれるとこにあるんですよ。なのであとはノールックタグ掛けをどういかにするかなんですが、今これね、ちょうど横から見ててね、ちょっときついな、全く見えないですよね。うん、全く見えてない。え、入ってた、あ今入ってた、びっくりした、今入ってた、自分でびっくりした。どうしよう、これタグ行きたいけどタグ無理なんで、どうしよう、平行移動してもらおうかな。でもちょっとほぼ真ん中なんでね、平行移動してもらうのややこしそうやな。まあそんなこと言ってないから、あ、肩に出るかな、ちょっとやってもらおうかな。ちょっとあの状態で多分よくわからん状態になると思うんですけどね。すいません、ごめんなさい、すいません。少しだけちょっとあの平行移動、はい、お願いします。ありがとうございます。というわけで、あーっと微妙やな、タグがちょっと厳密に言うと少しずれちゃいましたね。うん、どうしようかな。なのでここから行くとね、タグはかけれないですね。あ、一旦ね、景品を横にしてあげるのもいいんですよね。そうするとね、あの手にもさせれるんでね、ちょっと一旦無理くり落としてみましょうか。景品を落としながら、まあちゃんと横にするようなイメージですね、どちらかというと。さあ来い、あーやっぱ無理か。あーこれでね、この状態で平行移動してくれたらいけんじゃない、いけそうやね。ちょっとあの違うスタッフさん見ますね、あの同じスタッフさんばっかりのことでちょっと微妙なんでね。あー、まあ、手でいくか、よし、手でいきましょう。ちょっとね、タグばっかあれなんで、ちょっと手どうやろうな。あかんわ、手、今ね、ちょっとね、今この方で確認してるんですけどね、あーどうやろう、爪入るかな、爪がワンピギリギリ入るレベルですね。まあ行きましょう、せっかくなんでね、このアームコントロールをお見せする時が来ました、久しぶりの。さあどうだ、さあ来い、勝負の時、滑っていけ、オーケー、超狭いアーム刺さった、あとはいい感じに抜けてくれ、ここが、うわ刺さったのに無理だったか、無理なのか、無理なのか、もう一回いきますね。結構爪の角度も悪くないんでね、いけるかなと思ったんですけどね、今度ストップボタンかな。あー、ストップボタンさすがに弱すぎますね、うん、あーやっぱ上から落とさんとダメやな。あーこれね、ちょっと平行移動してね、
ちょっとね、紹介してもらいましょう。違うスタッフさんいるんだけど、ちょっとやっぱあれだ、タフじゃないとなかなか厳しそうなんで、はい、というわけでね、今日はね、まさかのなかなかぬいぐるみがね、調子いいんでぬいぐるみだけになっちゃってるんですが、もうね、この後あたりではね、ちょっとあ、行こう、行こう、なんでちょっとね、違う、ちょっと呼ぶのが被っちゃったんで、あ、おらんな、おらんな、まあじゃああの人を待とうかな、あの人を待って狙おうかなと思います。とか、ちょっとね、やっぱね、あのぶっ刺しがね、厳しそうなんでね、ちょっとやっぱそうなってくると、やっぱタグ書きだけってなってくるとね、この位置からかけたい、あ、でもこの位置でもかからんかな、うん、難しそうですね。まあそれもちょっとやってみてね、していこうかと思います。でこのダララね、さっきディスプレイ当たった状態なんでね、あの、なんかのタイミングで、ね、ここに、ね、景品がね、補充された瞬間で、ね、あのまたディスプレイでグリグリえぐるんですけどね、はい、さあどうかな、うん、アームの向きがね、あとね、もっとこっちだったらね、こうこっちから書き出せるんですけどね、ちょっとスタッフさんが来るの、あれスタッフさんがどっか行っちゃった、どこ行った、あ、すごい、ちょっと奥にお願いします。というわけでいきます。あと何もかな、あとせあというわけでいきましょう。これはいけるかな、あの方ね、まあ、多分あのあこいつタグ入れるなっていう顔してましたね、まあ、ただちょっとで、ね、ストップボタンなんで厳しいかな、まあ、いきます。とりあえず狙います。これで閉まった軌道で入れ、あれ入ったと思ったらいいな、クソ無理か、あそっか、どうしようかな、もうそのこの攻略法に関してはね、もうね、タグしかないんでね、もう一回いきます、もう一回 OK、 これはあ近すぎるか、うわータグが近すぎるからすくい上げないあるあるですね、もう一回います。今度はさっきより上向いてくれてるんで、ストップボタン押したらしっかり入るんじゃないかな、入った、さてここから引き上げるか、これ引いた、うわ弱い、あー弱いんか、あーしっかり刺さってないと弱いんやな、うわ積んだここで積んじゃったね。というわけでじゃあ今度は先ほど言った刺すしかないな、さてペッペタを滑らせながら、あーっとこれもアームコントロール超シビア、もう一回行きましょう。さっきね、かなりぶっ刺さったんですけどね、ただねこれね、2回も3回もね同じとこ刺すとね、ぬいぐるみなんでね、結構この隙間が広がるんですかね、ちょっと攻めます、攻めるけどどうだ、攻めるか、あー攻めすぎだ、うわー攻めすぎだ、攻めすぎちゃいましたね、ちょっと角度変わったからいけるかな、それ言うならタグもどうだ、タグはいけるかな、これ滑らせながら行きましょうか、ねタグを滑らせながらしっかり入るんじゃないこれ、うわちょいずれや、あとねやっぱねこの景品丸いんでね、やっぱねだいぶ強めに押さないといけないですね、もう一回いきます。あタグはちょっと無理ですね、タグは無理なので1個目ね簡単にゲットしたから2個目に丸あるなんですね。というわけでいきます、右アーム滑っていけ、 OK 入った、今回ガッツリ入ったぞ、ガッツリ入った、持って上がってきてくれ、うわ持って上がってこない、うわやばいマジで積んだ、くっそー刺さらんか、やばいな、さあどうだ、あちょっと攻めすぎたかな、あっこじゃないですよね、縫い目がその下なんですよね、どうしよう、やばい、あと1000円ぐらいですね、あーむずいな、頭に刺さって OK、 もう一回刺され、もうここしかないんですよ、ここでか、オッケー刺さった、次はちょっと広がってきてアームいったよ、さてここからグイッとグイッて、よしというわけでね、あのちょっとずつね隙間が広がってね、そのまま出てくる感じですね、というわけで移動します。まあまあ言ってももう今2ターゲットしましたからね、であとどこらいやろ、1000円かな、1000円ぐらい、まだ1000円結構残ってますね、はい、今日ほんと調子いいです。
いう感じで次どれ狙うかな。このねマジカルもねちょっとねあのモモンがディスプレイゲットの前にちょいちょい失敗しちゃってるんでね、うん、これいきましょうか。せっかくなんでね、まあ、1000円なんで多分攻略できないと思うんですが、まあ、タグはありますね、はあ、まあ一応いきましょうか。これはね、あ、これもディスプレイギリギリやな。あーギリギリ無理ですね、はい、でねこのウサギに関してはねやっぱ耳があるんですよ。この耳をねうまく使うといい感じに反応してくれるんじゃないかなと思ってます。他の子はねほぼね満喫なんでね、このウサギに関してはね何の景品でもね耳があるんでね、この耳がうまいこと。お、寄ってきた寄ってきましたね今ね。います、この耳をうまく使うことによって、よしこれいけば滑らせながら滑らせながら、さあどうだ、これ耳を支点にね、さあうーん、お、タグがいい感じですね。これタグでチャンスメイクできるかな。うーん、ちょっとむずいか。ストップボタンとりあえずもちろん狙います。いきます、オッケー入った。これでね頭あの重心が乗ってくれれば、さあ来た来た、オッケー、うわ滑った、滑っちゃったな、材質がツルツルすぎたな。うわ今のねもうちょっとね、うん、じゃあ次は多分これね無理だと思うんですけど、やってみます。ゴリ寄せ滑らせながらの下半身振り、さあどうでしょう。ここから頭を支点に、まあ無理よな、パワーないからね、うん、あと500円かな。さっきのタグ掛けでキープでクルリンパ、こんなクルリンパする際に、ね、この耳があるんでね、ここでクルリンパするとだいぶ楽なんですよね、うん、なのでそういった意味でねちょっと今狙ってみたんですが、ちょっとゴリ寄せが無理なんでしっかりねあのアーム下に入れてみます。でここからイメージとしては左奥に引っ張るイメージです。左奥に引っ張りながらなんか変形が起こってくれれば、あーやっぱ弱いか、うーん弱いな、あとツルツルすぎるんでね、あと500円います。もう一個考えれるのは今度逆にねこの軽い部分ですよね、下半身の重たい部分を支点に頭のこの耳ですね、耳をクイッと、ただこれねさっきも言ったんですけど材質がめっちゃツルツルなんですよね、あツルツルすぎてねあのシールドでキープできないんですよね、うん、というわけでもう一回いきます。どうかな、どうやったな、右はもう滑らせながら、そして景品の下まで入っていく、あー刺さった、リボンに刺さった、これはダメですね、リボンに刺さってた、まあこのまま300円なんでこのままいきましょう。先ほどねブルーロックゲットしてるんで、ね、そのままねとりあえず2個ゲットしちゃってるんで、よしというわけで、リボンに刺さっちゃうっていうのが分かったんで刺さらないようにします。刺さらないように OK、 ただこれちょっとさすがにやりすぎた、さあどうだ、あーシールド乗ったね、はい、あと200円いきます。最初のやっぱタグ掛けからね一撃で行きたかったとこなんですが、もうこれほぼ真ん中持ちしましょう。ちょっともう攻略はなくなりました。でいいこと反動でね耳が乗ってくれたらこのまま、あー弱いなちょっと乗ってくれたら、ちょっと乗ってくるから、ちょっと手前にしましょうか、ちょっとねこの周りに、というわけで、あ、すみません、ちょっと待って、ストップ、ちょっと待ってくれ、待ってください、はい、というわけでちょっとストップさん待ちで考えましょう。これねあのクールダウンのタイミングもあるんで必要なんでね、はい、というわけでまずちょっと水分補給でね、これね、うん、さっき一発目のねタグ掛けが決まった瞬間ね、やっぱそこでゲットできてないのがもうちょっと私の中で無理だったっていうところですね、うん、あ、すいません手前にお願いします、手前ですね、うん、あ、あと100円しかない知らん間になくなっちゃいました。さて、あとはここでどうしようかな、さて、どうするこれ、ワンチャンス、あ、可能性としてあるのはね滑っていくパターン、もうそれでいきましょう。どうせつまみ寄せてもダメなんでね、一回つまみ寄せた、一回つまみ寄せてよいシールドに乗らすことを考えて、
で、その次に滑らせますか。だからここで一番言えるのはひっくり返ることですね。ひっくり返らずにそのまま何も変わらんと。だけどちょっと今3000なくなっちゃって最後ね、これクルリンパしてね、失敗して終わろうと思います。というわけでちょっとね、また延長コースよっという感じでいきます。まあちょっとクルリンパ多分1回始めた200にね、もう終わると思います。というわけでいきましょうか。これね、どうやらな、これね、本来ですね、他の景品だとこの耳自体がそもそも汁の内側に入らないんでね、そういった意味でね、ただこれ多分ね、すくい上げるパワーないんですよね。さっきの見てた感じでいくと、いきます。さあどうだ、滑らしてゲット。さて滑ろ、滑ってくれ。なぜかここのパワー来た、おっと来た。来た、謎のパワー来た。よし、ちょっとへこいてしまいました。お疲れ様でした。まさかの最後の最後で大逆転が来るかもしれません。あ、すいません、ごめんなさい。ちょっと奥にお願いします。謎のパワーで、ね、一気に、ね、動いてくれました。これはいけるかな、ツルツルやかな、こいつな。シールドでキープできないっていう、ツルツルすぎて。というわけでね、ちょっとね、斜めだったんですけど、斜めになるとね、キープできなかったんで、ほぼ横にしてくれました。ありがとうございます。というわけでいきます。最後これはいけるでしょう。先ほど言ってたね、この耳ですよね、耳くるりんぱをしっかりしてしまえば、さすがに重心がね、下なんでいけるとは思うんですが、さあ緊張するな。さあどうだ、これで持ち上げてさえくれれば滑っていかない。うわーうわー、やっちゃったな。うわやっちゃったよ。うわこれはちょっとやめれないですね。うわやってもた。ね、これね、スタッフさんに泣きを入れるとね、多分戻してくれるんですけどね。さすがにね、ちょっと一応タグ狙ってみます。 OK 入った。ここから一旦チャンスメイクが弱すぎる。うわこんなもんかも。じゃあもうちょっとつまみ寄せてみましょうかね、うん、これね、やっちゃったな。形的に横はね、最強の状態です、はい、一番いい状態なんでね、この横はね。ここから持ち上がらないのは、さっきなんで持ち上がったやろ。んー、なんかアームが急にやる気なくなってんな。せっかくこのね、横向きのいい感じになってるんやけど、うわーマジで失敗した。ちょっとこれね、やっちゃったな。やっちゃったらしか出ないな。今真ん中持てばそれなりにね、なんか動く。おーっとー、今なんか怪しいね。ちょっとこれも平行移動してもらいましょうか。お疲れ様でした。そやな、平行移動がいいかな。タグかけてみるかな。タグね、これ微妙にかけれるんでね、平行移動したらタグかけれないんで、一回タグが狙ってみましょうか。で無理だったらね、平行移動してもらいましょう。はい、というわけでね、ちょっと景品をだいぶ、あー無理かな、さすがに。あーちょっと景品押さないといけないんでね、そうなると。あーちょっと微妙やな、これ。滑らせながら、あー無理やな、もう可動域ないですね、うん、両替チームに行いますか。よし、ちょっとこれもう一回。あ、どうか、フライチーゲット。あ、すいません、どうぞ。これ手前どうやります。そろそろ行けるかな。すいません、先ほどね、しっかりしたパワーがあればね、いけるんですけどね、なんか急にパワーがなくなるという謎状態なんでね。でこれ真ん中持ちです、はい、先ほどね、この3点で、ね、持つとね、意外とね、浮きそうなん で、そして耳があるんで、そのまま反動でいい感じで動いてくれるんじゃないかなと思います。この感じですね、この感じで、右肩上がりで反動で、うわそっちか。そっちか。これなるとね、ちょっともう積んじゃってるんでね、あー難しい。あと300ですね。あーもうちょっとなんかね、ありそうなんですけどね、何かがね。とりあえずほぼ真ん中持ちですね。真ん中持ち3本でちょっとなんかパワーが強くなってるような気もするんでね。おなんかやっぱパーツになってるような気もする。あーっと来た。これちょっと手こいでしてもらいましょう。ちょっとね、どうしてもこれゲットしたいんで、あれ、まあ、いいちょっとキープできなかった。
どうしてもゲットしたいんですよ。サッカーをちょっといっぱい。あ、すいません。ちょっと何度もお願いしてみます。ちょっと手前でお願いします。これかな。これすくい上げるかな。だいぶ滑るからな。おお、すごい。あ、ちょっとアシスト気味の抵抗移動してくれました。これはいけるでしょ、さすがに。というわけで、ただ怖いな。失敗してますからね、何回も。ね、はい、行きましょう。行きます。さて、これで決めれるか。うわー、滑った。最悪。滑っちゃった。うわー、やってもうたー。やってもうたー。おぉー。うわー、あかん。これちょっとやめれないですね。もうちょっとゲットできそうなんでね。うわー、やってもうたー。さっきね、ちょっとチョンって、もうほんとこのツルツル生地、ほんとやばい。あー、困ったな。あ、手前アームがタグに入りました。ちょっとこれはね、なんかちょっとなんか匂いがプンプンするんでね。あー、よしよし、ちょっとごめんなさい、延長します。あれ、延長できちょっとね、なんかね来そうな気がしてるんでね。ちょっとさすがにね、あの泣きを入れたい。これで何本やろ、5000円かな。あー、やっちゃってねえな。せめて1個ゲットしたい。もうあの他の種類はやりません。あれ、他の種類はね、ちょっとやっちゃうと多分同じことになっちゃうんで、1000円で終わりたいと思います。で、これもね、狙いとしては次、まだタグかけですね。はい、行きます。あ、揺れ、あーっと揺れちゃったちょっとね、リボンに引っかかっちゃいましたね。うーん、でしょ、もう一回行きます。横向いてるのはね、明らかチャンスなんですけどね、なかなかね、このやっぱこのツルツル生地っていうのがやっぱ厳しいですね。真ん中持ちですね。ちょっともうぼちぼち確率も欲しいような。あーっと、さあどうだ、彼女ちょっとまた落としてください。あ、すいません、すいません。もう10回ぐらい読んじゃってますね。すいません、手前にお願いします。もうなかなか10回目ぐらいですね。ありがとうございます。というわけでアシストしてくれました。もうね、先ほどのこれちょっとね、あの黒リンパを攻めすぎてるっていう部分があるんで、ちょっとやっぱこの景品に当たらないっていうところでね、ちょっといきます。ありがとうございますですね。景品に当たらないように、滑らないように。また滑ったから、またやばい、また滑ったから。うわー、滑ってけ、滑らない、滑らない、滑らない。うわー、やっちゃったな。お疲れ様でした。あー、はーっすね、本当に。あれ、100円が入んない。え、100円が買って持ってる。あー、よし。あー、あれ、200円が入んない。もうちょっとね、あの確率が来てもいいんじゃねえかなと思ってるんですけどね。じゃないと終わらないですよね、もうね。あの私よく言ってるね、確率が来ると思ったらもうダメって言うんですね。さあどうでしょう、パワーも強くなってるような気もするけど全然来ないなー。あー、これタグ言いますね。タグ言います。さっきリボンに当たったらダメやったんでね。行くかな、行きます。ストップボタンで OK、 しっかりかかった。さてここからしっかり引っ張ってきてほしいな。ここからズリズリズリっと引っ張ってこい。来たけど弱いな。どうしてもやっぱね、このあの景品のツルツル度とね、ちょっとこれが本当に相性が悪すぎますね。さてほぼ真ん中持ちですね。あ、右アームがリボンに刺さっちゃった。さあどうだ、これで反動で、これでもちょっと平行にしてもらいました。これキープが反応せえに刺さったね。というわけでちょっと待っておきます。スタッフさんが、あ、これはいけるかな。さあ手前でお願いします。あれはいけるか。斜め目の方が良かったりしますか。あー、いや、これはもう僕の技量の問題っていう。結構でも滑るんで、そう滑る、はい。最後ね、景品ちょこんと当たった時点でやっぱ滑っちゃうっていう部分があるんで、持ってもダメな感じですか。いや、正直体持っちゃってるんで、次耳持とうかなと思ってるんですよ。ちょっとまっすぐ目にしてあげます。ありがとうございます。さてどうでしょう、これね。もう体持ったらダメなんでね、今のね、スタッフさんのアドバイス聞きましょう。耳持ちます。
分ね、ミニをね持ったらいけると思うんだけどな。これだいぶ滑るからな。よっしゃ、もうほんま耳持ちいいっすね。もうあーでもやっぱ滑るな、やっぱ滑ってくんな。さて滑っていけ、滑っていけ、滑らない、うわ滑らない。やっぱね、やっぱそうなんですよ。本当言い方悪いんですけど、やっぱアドバイスダメです、ダメって言い方ですね。やっぱね、違いましたね。うん、あの角度じゃやっぱね、耳からじゃ滑っていくイメージできなかったんですよね。うん、どうしてもね。さてここからハンドで、あーきついな。これね、アームサイズがちっちゃいとね、こう景品上までこうすくい上げれるんですけどね、アームサイズができないんで、どうしてもね、もうこれで、なんや、もう、こいつで3000円くらい使っていっちゃうか。うわ、嫌やな。こいつだけの動画が良かったな。こんだけ使ってるんでね。さて、もうそろそろ確実で終わりたいところ。あーっと、これちょっと、読みましょう。これも読みましょう。読みましょう。読みましょう。はい、読みましょう。もうぼちぼちね。あ、すいません。あ、すいません。ごめんなさい。耳持ってもダメでした。ちょっときつかったやつ。軽すぎるからな。キープができんのよ、シールは。そうか、そうか、そうか、そうか。さあ、これね、表面めちゃくちゃツルツルなんでね、シールドに立てかけれないですよね。手でやってもね、立てかけれない状態なんですよね。これできるかな。あ、すいません、ありがとうございます。というわけでこれどうしましょう。さっきね、あとね、まあとりあえずやりましょう。まあやっぱりね、滑っていかないんで、ちょっと深めに持たないといけないなっていうところありますよね。滑っていか、よし、あのスタッフさんのご好意をゲットできるか。あ、これ来た、これ来た、この角度来た、これは来た、うぅ、うぅ、うぅ、OK。 あれか、これめっちゃむずいぞこの景品。というわけで、はい、はい、3000円かかったおっさんの顔です。というわけでね、はい、ここでもう終わると、さっさと終わりましょう。あ、でね、先ほどね、アシストしていただいたスタッフさんにはね、ゲットできましたのでね、ご報告だけさせていただきます。というわけで、いう感じでね、これさ、あ、皆さんこれやらんといた方がいいと思います。めっちゃむずいっすね。はい、という感じでね、とりあえずこんなちょっと長尺になってみましたがね、もしよかったらチャンネル登録いいねお願いします。それではお疲れ様です。